サフォーク軍はマサチューセッツ州の軍である。2000年現在人口は68万9807人である。軍庁所在地はボストンである。サフォーク軍は1643年5月10日、マサチューセッツ州議会によってマサチューセッツ湾植民地が4つのシャヤに分けられた時に設置された。サフォーク軍には当初ボストン、ロックスベリー、 ドーチェスター、デダム、ブレインツリー、ウェーマス、ヒンガム、ハルが含まれていた。軍の名称はイングランドのサフォークにちなんで名付けられ、南の人々の意味である。1731年、サフォーク軍の西部が分離して、ウースター軍の一部となった。1793年、元のサフォーク軍の内ボストンとチェルシーを除く部分が分離し、ノーフォーク軍の一部となった。 1803年、沿岸の町であるヒンガムと春が、サフォーク軍から分離して、プリマス軍へ入った。19世紀末、ボストンが、ノーフォーク軍とミドルセックス軍にあった、いくつかの隣接する町を、九州合併したため、サフォーク軍の軍域はやや拡大した。マサチューセッツ州の他の多くの軍と同様、今日、サフォーク軍は、昔からの地理的な単位という意味しか持たなくなっており、 軍の政府は存在しない。以前、軍が担っていた役割は、1999年、州によって引き継がれた。今でも、シェリフ、地区検察官、その他地域で、特定の職務を行う公務員が選挙で選ばれているが、軍の評議会やコミッショナーは存在しない。ただし、軍内の各コミュニティは、現在、サービスの共有のため、 独自の地域協定を結ぶ権限が与えられている。ボストン・チェルシー・リビア・ウィンスロップ・アメリカ合衆国、統計局の統計によれば、軍の面積は311平方キロメートル、内陸地は152平方キロメートル、水面は160平方キロメートルである。現在、サフォーク軍は次の4市、町からなる。東はマサチューセッツ湾に面し、北はエセックス軍。 南はノーフォーク軍、西はミドルセックス軍に接する。南東のプリマス軍とは、陸地では境界を接していないが、マサチューセッツ湾の中ほどの水面で境界を接する。2000年の国勢調査によれば、人口は68万9807人、世帯数は27万8722世帯、家族数は13万9082家族であった。 人口密度は4551人平方キロメートルであった。居住単位の数は292520個、1平方キロメートルあたりでは4999個であった。人種別人口構成は、白人が57.76%、黒人が22.24%、ネイティブアメリカンが0.39%、アジア系が7.00%、 太平洋諸島原住民が0.06%、その他8.17%、根血が4.38%であった。人種と関わりなく15.52%がヒスパニック内主ラテンアメリカ系であった。15.3%がアイルランド系、11.1%がイタリア系、6.4%が西インド諸島系であった。話す第一言語は、 66.3%が英語、14.5%がスペイン語、3.1%がフランス語系、クレオール語、2.4%が中国語、2.2%がポルトガル語、1.7%がベトナム語、1.6%がイタリア語、1.3%がフランス語であった。世帯数は278,722世帯。 うち23.5%に18未満の子がおり、29.3%は結婚して同居している夫婦、16.3%は夫のいない女性世帯主の世帯、50.1%は非家族世帯であった。総世帯数の36.3%は単身、9.5%は65歳以上の老人の単身世帯であった。 世帯の大きさの平均は2.34人、家族の大きさの平均は3.17人であった。人口の年齢別構成は、18歳未満が20.2%、18歳から24歳が15.1%、25歳から44歳が35.5%、45歳から64歳が18.1%、65歳以上が11.0%であった。 メディアンは32歳であった。女性100人に対する男性の人数は93.2人であった。18歳以上の女性100人に対する男性の人数は90.5人であった。一世帯収入の中央値は39,355ドル。一家族収入の中央値は44,361ドルであった。男性の収入の中央値は37,174ドル。 同じく女性は32,176ドルであった。一人当たり平均収入は22,766ドルであった。家族数の14.9%、人口の19.0%が貧困線を下回る生活をしており、18歳未満の人口の中では24.9%、65歳以上では17.0%が貧困線を下回っていた。 ありがとうございます。